皆さんこんにちは、マックスフライト、リノリド、ハラミンド。おー、久しぶりだな。全てが新鮮、懐かしい。顔が悪者の顔にはなってないけど、なってねえだろ。おい、失礼だろ。あ、もともと悪者だろ。あ、そうだ、もともとだ。あいつ悪いやつ。俺じゃねえだろ。あなた俺いいやつ。いや、こんなに黒いやつでいいやつおらんやろ。いいやつ、いい、本当に自分でいいやつって言わない。冒頭から全然進まねえ。はい、というわけで、前回お話した通り、まあ、3人でまたなんか動画を撮っていこうじゃないかと。はい、でロケって言ったんですけど、まあ、最初に僕ちょっとやりたいことがあったんですよ。ほう。あのアップバンクのオフィスツアーしたいな。顔、曇りすぎっすね、表情が。曇りすぎだろ。曇りすぎ。いやいやすげえ嫌そうじゃん。ないよ。見るとこないよ。いや、これなんでか。マジで見るとこないよ。これなんでかっていうとね、あの、気になる人いると思うんですよ。今、だってあの時のオフィスと違うじゃないですか。ドッキリやってたオフィスと。で、ドッキリで、あの、見なくなっちゃった人っていると思うんですよ。いいね、実際そういうコメント来てるじゃないですか。っていうので、このオフィスを見たことない人いっぱいいると思うんですよ。ああ、だからせっかくだから、3人で、オフィスツアーからやろうよ。こっからスタートだ。外も雨だしね、今日。3分ぐらいで終わるぞ。いや、わかんないですよね。わかんない。だって、しかも、なんせ、俺とリオナイさんも知らないから。あ、全然知らない。前来たとはいえ、本当に軽く、あの、トイレここだよって言われたぐらい。今、視界に広がってるものが全てだとしてもか。俺、ここ初めてですもん。あ、そう。あっちの部屋しか知らないです。なるほどね。はい。うん、じゃあ、紹介しましょう。ルームツアーしようよ。まあ、ちなみに前提で言うと、うん、結構リモートになってます、はい、っていうのと、あとうちの会社のシステム部門は別で事務所借りてます。ほう。あ、なるほど。はい、こっから歩いて5分ぐらいかな、うん、のところに別で事務所借りてるんで。あ、じゃあそこに人がいて、そこは人が結構います。で、ここは、まあ、管理部門と、あとは私と、いつでも出勤してどうぞ働いてくださいっていう環境なんですけど、まあ、見ていただいたら分かる通り、なんか、いや、ほらほら誰もおらん。本当だ、なんか、うん、まるでシェアオフィスみたいな、消えちまったかのように誰もいないな。そう、やる気のない予備校の自習室みたいな。あそこにあの混ざってる人がいる。え、なんかいる。あれ、あ、なんかいる。おいお前、間違えてるぞ事務所。所沢行け、所沢。ここはフリーアドレスと聞いているよ。なわけあるか。めっちゃ久しぶりじゃないですか、中条さん。なんだ、なんだ、何を求めてんだよ、俺に。何を求めてんだよ。何を求めてんだよ。どうせお前らの動画に俺出さねえんだろ。どうせって。どうせってなんですか。出すな。いやいや、出しますよ、出しますよ。じゃあ使ってくれ。中条さんが言った。ちなみになんですけど、もう、ほら、真ん中のテーブル。これテーブルですよ。これテーブル？え、これテーブルですよ。いや、普通に何かあったらみんなここに物置いたりとか、あの、あんまりないけど、人が多い時はここでパソコンとか置いてみんなで会議とかするから。え、これ本当にテーブルですか？ここで。え、この動画用に作ったなんかフェイクドキュメントとかじゃなくて、ガチで。ガチの？いや、もうこれずっと置いてる。これ折りたためないカゴだからもう行き場がなくなってる。ここだったの。いや、いいから、ほら、やっぱ俺のこと動画に出したからね。なんでなんだ、なんでだ、これテーブルなんだ、これテーブルです。テーブルね。ちょっと入り口からやります？入り口からやりますね。今このタイミングで入り口から行こうよ。いいっすよ。入り口、はい、4階。行っちゃってね、ほら、上下にそうね、入り口、オフィスがあるから。で、おい、パパ、傘立てまで紹介する。7人の方が聞いてます。誰も座らない椅子。じゃあなんで？これ引き上げた椅子。え、誰も座らないですか？誰も座ってるの見たことない。それは総合受付ね。総合受付。いらっしゃいませ。ご用のある方はこちらをタップして総合受付をよろしくお願いしますって書いてある。書いてある。はい。消毒した。あ、白さんだ。え、椅子だ。バカすぎるだろ。カード忘れてる。すいません、開けてください。最後の受付役この人やめやがった。忘れちゃったね。何が3分で終わるんだよ。
ありがとうございます。当店。すいません。ようこそ。ここが事務所だ。こんにちは。いいね。ここがトイレだ。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 中も。一応中も見ますか。見ましょう見ましょう。うん。どんなトイレで。見てほしいと思ってたんだよ。どんなトイレで用を足してるかみんな気になるからな。こういうトイレだ。あ、な。ここは会議室だ。おお。でも今ちょっと仕事してる。あ、仕事してる。はい、あ、入れないですか。そこなんとかできないですか。なんとか。あれでか。じゃあちょっとだけ。いやいや、本当に行くんだ。会議室だ。おお。すげえ。なぜか鎌倉物語とアキラが置いてある会議室だ。なぜか。なんで。わからん。誰かが置いてったんやろ。なんでだ。誰かが置いてったんだ。あ、ポプテピも置いたんだ。もっと置いてほしいな、あの隙間がいっぱいあるからもっと置いてほしいな。一時期ここに金の盾を置いてた。 あれ金の盾どこ行ったんですか。私の部屋。あ、部屋に、うん、居抜きだ言わなくていいですよ。前居抜きだとか前あったつけだあ、なるほど。その継続的に使わせてもらってる。なるほどね。これも居抜きだ。これも居抜き、うん、あ、これが会議室だ。はい。で、まあさっきの空間に繋がるんだが、はい、まあ気になるのはこれじゃないかな。あ、なんだこれ。パン屋。パン屋、まあパン屋っぽい。パン屋で見るやつだ。それが給食、給食室で見るやつ。給食室だ。配膳の、うん、これは万寿だ。あ、大福をここに敷き詰めて、うん、こう持ってくるやつだ。そうだ、ちゃんと油林庵の名前が入った万寿だ。万寿ってんだ。万寿ってんだ。万寿って初めて聞いた。たくさんある。腰とか腰あんってことですか。そういうこと。そういうこと。まあ言ってしまえば、うん、作りすぎちゃったんだ。バンジューを。え、めっちゃアホやん。ここがもっとあるんだ。これずっと使ってないですか。じゃあ。うん。作りすぎちゃった。バンジュー。バンジューを。それバンジューあるあるなんですかね。そうだね。バンジュー作ったことある人はあるあるじゃないかな。そうそうって言ってるんですかね。バンジュー作ったことある人は作りすぎちゃうよね。ねえ、これバンジューあるある。バンジューあるある。作りすぎちゃう。まあ捨てるのももったいないしね。どこに捨てていいか分かんないですもんね。そうね。しかも結構でっかいしね、うん、ここは木材だ。はい、木材が乱雑に散らばって。これ何するスペース。 DIY スペース。うちの坂田さんという人がいるんですけど、はい、坂田工務店すごい大活躍してまして、はい、店舗のいろんな看板とか、はいはい、もう全部手作りなんですよ。はいはい、もうすごい。そう、もう最近すごいスキル上がってて、うん、なんか普通にこう外注したら金かかるよねみたいなやつとか、うん、なんかめちゃめちゃ作るんですよ。これ坂田工務店メイドですよ。いや、便だけど。え？これ原宿行ったら置いてありますけど、うん、これ普通に坂田さんがここで作ってた。え？これ手作り？手作り。ちゃんと電気通ってる。すげえ。すごいな。すげえ。うちの親父が作るレベルじゃないですか、これも。あ、もうね。ね。すごいの、ね。お店の人が作るレベルのやつじゃないですか。ちなみに、今度、もう一店舗準備してるんですけど、うん、その内装は、もう外注しない。うん、全部坂田さん。いや、外注しましょうよ、ここは。全部。いや、大変じゃないそれ。スケルトンの箱の中にカウンターとか棚とか全部坂田さん。全部坂田さん。全部坂田さん。それ一人で。木材買うところから。だから今日の夕方測りに行くサイズ。そういうことね。メジャーで測りに行く。あ、それで行くんだ。坂田さんが僕入社した時知ってるんですけど、坂田さんって最初その PC とかそういう機材を管理する方で入りましたね。総務で入りますもん。俺だから先週坂田さんに会って、うん、パソコン関係で見てもらったんですけど、あれ坂田さんってもう油林庵フルコミットなんですかって聞いたら、いや、システムのはずなんですけどねって言ってました。間違いない。システムなんですけどDIY やってんだ。DIY やってる。もう塗ったりとかもう全部完璧。油林庵の入り口の膜2メートル、はい、2.5 メートル、はい、これとかこうやってなんかほらすごいちゃんとくっつけられてるじゃないですか、うんうん、はい、こういうのも全部坂田さん。業者業者全部業者。今度、坂田さんが内装全部作るのここ。いや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 、広すぎるだろ。業者がやるレベルだから。いやいや、目キラキラさせるとあれですよね。多分普通に業者に発注すると最低でも600万から800万ぐらいしちゃう。このサイズ感のものをいろいろ作るっつったら、が我らが坂田工務店にかかると
なんか木材プラスアルファみたいな感じで。プラスアルファみたいな感じでじゃないのよ。じゃあ次行きますか。ああ、行きましょう。行きましょう。次が？こっち行っていいんだ。こっち取って大丈夫ですか？まあこっちダメですね。こっちちょっと買い管理部門なんで、ここダメですけど。ちょうど公務、ちょうど公務店、坂田公務店が。ヨナリさん。あ、どうも。ようこそアットバンク。ありがとうございます。この間ちょうど坂田公務店。お久しぶりでございます。久しぶりでございます。ここの空間がリラックススペース。リラックスしそうだな。森林の。ここはリラックスしそうだ。急にない。無言で渡すんですか。怖いですよ。これは何だ。いや、分かってない。いや、分かってても欲しいですよ、村井さん。これ何ですか、これは。善光寺の落雁。落雁。砂糖だな。砂糖。ああ、砂糖の。うん、善光寺って書いてある。善光寺。いただきます。うまいですか。これ誰用のお菓子なんやろ。だから、じゃあ分かっちゃダメですよ。渡しちゃダメですよ、絶対。なんで渡って渡しちゃうんですか。食っちゃったけど。食っちゃったよ。何？赤エンドウから作ってます、これ。赤エンドウ、はい、豆？確かにそう言われると豆感するな。しました？え、しませんでした？ちょっと、もう一回食います。いや、もう一回食わないもん。あ、じゃあ、いいっすよ。いや、じゃあ、村井さんも。あんまこういうの、煮込み行ったりしないけどな。本当？めっちゃ豆感じる。豆感じる？うん。豆言ってるじゃん。言っちゃったらそれ。感じるでしょ。豆感じるでしょ。ほら、広がり方が豆だもん。ちょっともっと欲しいです。豆豆。豆豆。豆豆豆豆豆豆豆。豆感じる？ふわっと広がる豆。言っちゃってるから。豆感じるでしょ。感じ方まで言っちゃって。感じ方まで注文つけてきた。この妖精。村井さんのリラックス方法を教えてください。あ、そうですね。ここでどうやってリラックスしてるのか気になりますね。これしないです。率先してしないです。リラックスしないです。村井さんリラックスしないですか。はい。人生で リラックスしたことない。ないですか。はい、ずっとこういうの。はい、嘘じゃん。嘘つく。いや、私リラックスするんだったらテルマエに行きます。いやいや、そんなことは聞いてない。そんなことは聞いてないですよ。ガチのリラックスを。そんなガチなこと聞いてない。新宿にあるスーパー銭湯ね。スーパー銭湯ね。そうなんや、テルマエ。大好きですからね。ここがちょっとテルマエだと思ってちゃちょっとリラックスする。そうっすよ。マジで、うん、ちょっと。テルマエだと思ってってなんだよ。リラックスしてほしいから。俺もうやる気だから。本人テルマエのどここれ。テルマエのどこなのこれは。分かんない。どこなの。何も言わずに始めちゃうから。4回岩盤浴好きです。岩盤浴行くとさ、はい、30分ぐらい寝ようかなとか1時間ぐらいちょっと寝ようかなって思うんだけど、はい、1分たりとも寝れないんだよ。やっぱリラックスできないから。できないから。うん、暑くて。じゃあ次のとこ行きましょう。じゃあ。もう大体終わりっすよ。もう終わる。最後。村井さんの部屋は？キッチンあります。トン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 。今日は何をする作る？ザー。モコズキッチン。はい。ここがモコズキッチンです。いや、モコズキッチンじゃねえだろ。怒られる。怒られる。こんな狭くねえよ、モコズキッチン。ここでコーヒー入れたりしてるんですね。しないですね。何あれコンビニで買います。じゃあ何するんですか。グラスを洗うぐらいです。ああ。これ高橋君のとこっすよ。大久保酒造。あ、はい、鹿児島。うん。お、今高橋さんが働いてるね。そう。で、侍の門。うん。これがあの高橋君のとこのメインの、お酒。美味しいっすよね。うん。飲みました？飲んだ。飲んでないでしょ、絶対。え、飲んで。俺飲みましたよ。私も飲んで、今あの渋谷のバーカラスに置いてある、うん、ああ美味しいですかね。あの普通にお客さんに売っていいよっつって置いてきた。みんな美味しいです。高橋さんのお酒美味しいです。あの侍の門渋谷のバーカラスで飲めます。めちゃくちゃ美味しい。あれでっかいの買ったんだよね私。あ、買ってましたね。でっかいですね。あれすごい行き場なくて、はい、倉庫に置いてあるんだ原宿の。へえ。高橋君今度東京来るときに、うん、一緒に飲みましょうよみたいな、なんかオフ会でもいいんじゃないですかみたいな感じで、こうすごいなんか
どうしたのお前みたいな、変わったなみたいな、うんうん、なんか変わったなみたいな、うん、なんか人としてなんか、うん、そのコミュニケーションを積極的に前向きに取っていこうっていう姿勢、お前どうしたって思って、うん、あじゃあ今度来る時連絡してって一回も連絡ないですじゃあ次行こうか。じゃあ次最後、まあ最後で言うと私の部屋ですかね。お、来た。ここがマックス村井の部屋だ。マックス村井の部屋へようこそ。まあここ特段なんてこともないんですけど、いろいろでもなんかあるんじゃないですか。社長室？いや、なんもないっすよ。なめこがありますね。おお。私今全部やってますから、グッズの製造とか。ああ。いやでも本当にあの3分ぐらいしか見るとこなかったでしょ。いやめちゃくちゃあったじゃないですか。どこさ何もなかったし。めちゃくちゃ。いろいろありましたよ。こんなオフィスないっすよ。ツッコミどころあった。何もなさすぎて何もあれでしょ。いやツッコミどころあったよね。ツッコミどころしかなかった。うん。うん、あ、これ紹介してない。何？これ見て。最後の最後に。これ。これ坂田工務店メイク。メイク。これ名前ついてるんですよ。あれ何なんですか。これ。うん。大福くん1号大福くん1号大福くん1号これ何するものなんですか。これの上にこれを置いて大福販売してたのがユーリン屋の最初。ああなるほどなるほど。店舗構える前。すごい、もうなんか発祥みたいな感じですね。そうそうそう、これ発祥、これが発祥なんだ。あの先月邪魔すぎて燃やそうかって話してる。やばいや、1号そんな雑な扱いじゃ絶対ダメですよ。だからこれ燃やすためには解体センターがあるんですよ。無理だなって話してた、うんなるほどね。まあいろんなものがありますね。そうですね、はい、でもこんなとこです。いや最後何もないっす。いやめちゃくちゃいろんな、よかった、うん、よかった、うん、ありがとうございます。いいよ、うん、知れてよかったです。知れてよかったです。去年の秋とかにここに来たんでまだ1年経ってないっすね。へえ、うん、まあとはいえ、うん、ちょっとここは本当に会社の中でも一部の機能だけで、その冒頭に言ったようにシステムは別のところになったりとか、うん、あとは大半のメンバーが今やっぱりリモートワーク中心で働いてるんで、コロナ前みたいにね、それこそ新宿2丁目って隣じゃないですか、うん、昔のあの武蔵野ビルドッキリとかね、あの時代のビル隣のブロックですけど、すぐ近いですね、あそこは全員でね、出社前提でみんなでやってたと思うんですけど、うん、まあ時代変わりましたねっていう感じです ね武蔵野ビルのサイズの多分3分の1ぐらいです、ここ。そうですね、ここは、うん、変わりましたね。変わりました、変わりました、うん、変わらなきゃ、もう変わらなきゃ。一郎です。一郎の名言、一郎の名言でしたっけ。あったんですか。村井さん発信なんだから、そこは一郎、一郎です。矢沢、適当なこと言うな。言ったんだから、はい、じゃあ次こそは原宿ということで、次こそは、はい、外に行きましょう、うん、やっと飛び出す、飛び出そう、飛び出せ原宿、よし、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。